はい、トーマです。こんばんは。本日新キャラ追加されましたので、そちらの能力チェックしていきたいなと思います。今回やるのがですね、このキャラが追加されたことによって美咲くんがですね、超絶パワーアップすることが予想されるんですけども、そちら、最終的にゴールデン23のあの技の美咲くんがどのぐらい強くなるのかっていうのを最後に見ていきたいと思います。では能力チェックしていきましょう。まず潜在スキル大きく取り上げてるのが3つですね。パラメータが上がるものに関するところだけ抜粋しております。技属性のゴールデン23選手のパラメータプラス 4%、コンビネーション古川、同じチームにいるとパラメータプラス 5%、 そしてゴールデン23の三崎のパラメータプラス 5% で、特技がハイボーラーという形になっております。チムスキもですね、結構優秀で日本選手全パラ 15% という形なんで、日本選手誰でも組めるみたいな感じになるのかなといったような感じですね。はい、条件としましては、煙突はこのキャラの得意そうなところに全振りしています。でチムスキは一応団結想定で 45% で、バフに関しては、ミスギなり赤いなり井川石崎松山ロベルト、この辺を団結枠として入れたという想定で、10% 乗っけております。はい、特技なしの時はシュート値が 19,445、特技なしというか潜在なしですね。でパス値が 16,872 と、今回シュートとパスに煙突してみたんですけど、基本的にこの潜在スキルが古川くんと一緒に使えば常に乗ってくる感じになりますので、潜在込みの値で見ていきますと、シュートが 21,036 でパスが 18,252 と、シュートが今トゥーキックシュートっていうやつで440威力なんですけど、21,000 シュートの440威力だとちょっと入りづらいかなとは思います。はい、なので本当にバフ要因っていったようなイメージにはなってくるのかなと。ロベルトみたいにバフもかけつつ、そのシュートも決めていけるようなキャラクターっていうほどではないのかな。ただバフが異常に強力なので、はい、そういう意味で、入れていきたいキャラクターにはなるのかなと思います。続きまして、古川くんですね。潜在スキルから見ていきます。力属性のゴールデン23選手のパラメータープラス 4%、風見くんがいると同じチームにいるとパラメータープラス 5%、ゴールデン23の三崎のパラメータープラス 5% ということなので、この風見くんと古川くん両方入れることで三崎くんのパラメータープラス 10% で、さらに風見くんの先ほどの風見くんの技属性のゴールデン23っていう部分で 4% なので 14% 美咲にバンと乗るということになるので、これは非常に恐ろしいことになるんじゃないかなというふうに予想しております。はい、古川くんに関してはドリブルとパス煙突してます。ドリブル、潜在乗らなかった時ですね、17,000でパスが2万とで、潜在込みすると18,600、パスだけだと21,900といったような形でございました。パスとドリブルとして使うキャラとしては別に、十分なキャラかなと思います。ただですね、そのドリブルに関してはテクニックドリブルの A しかないのかな、現状どうなんでしょう。おそらくないのかなと思うので、パスしかできないっていう感じのキャラクターにはなってちゃうのかな、現状。そういう意味だとちょっとしんどいはしんどいかなと、これも本当バフ要因といったような感じです。続きまして、マサオですね。こちらのマサオは混戦の代償っていう特技があって、マッチアップで負けた場合、相手は次のコマンド選択時にパラメータマイナス 10%、なので、ゴールキーパー除くですね。なので、抜かれたとしても相手のシュートがマイナス 10% されるよというような感じですね。はい、能力見ていきましょう。ちょっとこの DMF しかできないキャラクターなんですけれども、ドリブル値、パス値かな、マサオはパス値が高いと。ただ DMF なんで守備に振りたいかなというのもあったので、ドリブルパスに煙突したパターンとタックルパスカットに煙突したパターンっていうのを並べてみました。
チブスケ45で基礎のバフとしては 10% という形になっています。まずドリブルパスに限突した場合、ドリブルは16000でパスが20000、タックルは15600、パスカットは16600と、まあまあ抜かれると思いますね、これだけで言うと。でタックルパスカットに限突していくと、ドリブルが14000、パスが18000、タックルが17000でパスカット18000、まあ結局抜かれるかもしれないですね、こんぐらいの値だと。結果として抜かれそうですね。 A 技、まあ、S 技を持ってこない限りは A 技しかないので、うん、まあまあ能力的にはそんなに高いとは言えないキャラクターかなと思います。まあ、この特技がねどのぐらいこう生かされるのかっていうところが、まあ、まだちょっと未知数ではあるので、まあ、ただこいつを抜いた後そのままシュートを打つと非常にもったいない感じにはなるような感じなんですかね。はい。まあ、あとはタックルとパスカットの A 技がついてるんで、まあ、もしこいつ取って例えばフェスのマサオとかに技を剥がして移植していけるとかっていうような感じのメリットもあるかなと思います。まあ、あと S パスがついたんでね、まあ、その辺も新しいかなと思います。続きましてカズオですね。カズオのハヤになるんですけども、特技が混戦の代償で、マッチアップで負けた場合相手はスタミナマイナス150と、まあ、もしこいつを抜けたとしてもスタミナをガンと削られて、まあ、例えばワンツードンみたいのをやろうとしたんだけどもシュートが結局打てないみたいな、そういったようなことになるのかなと。まあ、使いどことしては、意外と使えるような特技のような気が今はしております。数字見ていきましょう。これも同じでドリブルパスをタックルパスカットそれぞれ並べました。このマサオはドリブルが高くて、ドリブルパス限突した場合は21000のドリブルで、パスが15900でタックルが16500でパスカットが16000で、タックルパスカットを限突すると19500のドリブルでパスが14000、タックルが18100でパスカットが17850と、止めれるかって言われるとちょっと止めづらいかなと思います。まあまあでも面白いキャラだなと思います。はい。そして美咲くんですね。シュートとパス限突してまして、まあ、特技に関してもご存知ですね。属性リンクで技属性の選手が多いと 15%。で、まあ、おそらく技の日本団結っていう形でぶち込んでいくことになるかなと思いますので、まあ、そういった想定でバフ 10% 乗っけてます。チムスキ45のバフ 10% で見ていきたいと思います。まあ、特技なしでもシュートが2万。で特技ありでシュート23800、まあ、今このぐらいの数字が出てるのかなと思います。パスは2万ですね。でさらにここに、風見くんと古川くんをインしていくと、なんとシュートが26481でパスが23052という形になるので、まあ強いですね。その今回ドリコレでヒューガとか出たと思うんですけど、まあ、そのヒューガのシュート値とかとかなり近い形になってきます。で先行雷獣シュート詰めますんで、そちらの方525のシュート値と合わせると、まあ、非常に強力なのかなといったような感じです。ちょっとかけてみましょうか。525、まあ、139000ですね。はい、139000のシュート値が出ますので、まあ、地上シュートで打ったとしても、まあ、ミューラーとか、まあ、普通に抜けていけるのかなと、まあ、フェスのミューラーですね、そういうの抜けていけるのかなといったようなぐらいの数字まで来ております。はい、非常に強力ですね。まあ、技っぱの方、多分取った方がいいですね。ミサキ使ってる方であれば、技パでミサキ使ってる方はもうバフ要因として入れていった方がいいかなと思います。まあ、ただこの風見くんと古川くんのところは、まあ、間違いなく穴になってくるので、その辺はトレードオフかなと思います。はい、ぜひ参考に、ガチャっていただければなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。は
はい、今回もこっそりガチャを仕込んでいきたいと思います。今回ですね、あのドリームステップアップガチャのステップを完走してみたので、まあ、そちらの模様をご覧ください。まあ、SSR がねいっぱい出そうだったんで、こっち回していくことにしました。ゴールデンリールさんの方はまだあと10日あるので、まあ、ちょっとよく考えて日本杯とかやりながら考えていきたいなと思います。ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しいよ。はい、最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それではまた。